皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。初心者はこれ引けシリーズ第9章でございます。今回の9曲目に関しては、辻彩野さんの風になるという曲を皆様と一緒に練習していこうかと思います。頑張っていきましょう。先に言います。この曲ね、むずい。この曲ね、かなり苦労すると思います。おーいってなると思います。マジかよってなると思います。なんでかっていうと、F っていうコードが登場するんですよ。F。まあギターやってなくてもなんか聞いたことありますよね。なんか F コードが難しいみたいな。なんか F コードで俺は挫折したんだみたいな感じの。F コードができなくて挫折する人が多いみたいな感じの話をやっぱりこうギター弾いてなくても聞いたことちょっとあるじゃないですか。その F コードが今回は登場するんです。ババン！なので、ちょっくら心してやっていただければ幸いでございます。右手のストロークは全然シンプルなんだけども、とにかく今回の曲に関しては F です。F が課題。F を乗り越えるためにこの曲をチョイスしてます。頑張って乗り越えていきましょう。とりあえず、まず左手のコードの確認からいきましょう。Dm とかね、いろいろこのね、C 音 E とか押さえ方載ってるんだけども、まあこれはもうね、書いてある通りだからね、いいや、頑張ってください。書いてある通りです。もう特に説明いらないと思うんで。まあとりあえずもう本ちゃんの F いきましょう。本ちゃんの F。F の押さえ方。Let's try。まず人差し指で6弦から1弦までの全部の弦を人差し指の腹を使って押さえます。こんな感じで。まあ、この時点で、ってなりますよね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、お前、ちょっと待って、なりますよね。そういうことなんですよ。そういうことなんです。人差し指を使って全部の弦の1フレットを押さえるんです。で、音ってないと思うんですけども、音ってなくても OK です。これ、最初から音出てたらね、マジで天才。マジで完璧。ほんとすごい半端ない。超才能ある。でも大体出ないと思います。大丈夫。出ない。大丈夫。人差し指があります。で、中指が3弦の2フレットに来ます。で、薬指が5弦の3フレットに来ます。で、最後、小指が4弦の3フレットですね。薬指のすぐ下に入ります。で、この状態で、弾くと、まあ、この音が出るはずなんですけども、まあ、大体の人がこんな感じの音がすると思います。うお、出ねえって、指つるわ、これマジでみたいな感じになってると思います。マジです。マジです。本気です。これを乗り越えていただきたい。まあギターのもうね、ほとんどの人がこの F コードの壁を乗り越えられずに半分以上の人が挫折するみたいな話がありますけれども、まあ割と本当の話だと思います。そんだけまあ難しいんですよ。頑張って乗り越えてください。今が踏ん張りどころでございます。本当にもうギターを始めてまず一番最初の超でかい壁です。誰もが感じる、誰もが乗り越えなければいけない一番超でかい壁です。一番最初の練習、そんな感じ。まあちょっとコードの押さえ方というか、その正破って言い方するんですけども、人差し指でこの全部の弦を押さえる正破のやり方に関しては、ちょっと後でまたお話をさせていただきます。とりあえずコードの確認いきましょう。人差し指、中指、薬指、小指、この4本指全て使ったコードが F です。こっちか。F。これ P か。P じゃない。F、F、F、F です。F コードです。で、この F コードを押さえている時の中指がなくなると Fm っていうコードになります。これもね、この曲の中でちょこちょこ出てくるので、ぜひ覚えておいてください。中指があると F。中指がなくなると Fm。という感じです。この2つのコードをぜひ覚えておいてください。で、さっきも言った通り、その Dm とか C4E とかその辺に関してはダイアグラムを見ていただければわかるかと思うので、ちょっとすっ飛ばします。で、右手のストロークに関してなんですけれども、この曲は基本的に8ビートです。てん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 。楽譜の最初の A セクションから弾いてみましょう。ワン、ツー、パッパラッ。こんな感じ。で、1小節の中に1個個したコードがないときはずっとこれで OK です。でも、ところどころね、A セクションの終わりの方とか FG みたいな感じで、1小節の中に2個コードがあるときがあります。ここでリズムが変わります。お気をつけください。どんなリズムかと言いますと、これ、トントトトントト。ダウンダウンアップ、ダウンダウンアップ。トントトトントトっていうリズムです。これをそれぞれ F タタ G タタ C っていう感じでこう順序していきます。早いじゃねえかって感じですよね。F タタ G、こんな感じで続けていくわけです。1小節の中に2個コードがあるときはトントトトントト。1小節の中に1個しかコードがないときはテンテテンテテテテンテテンテテテという感じです。この2つを、切り替えて、練習をしていきます。切り替える、ポイントとかね、その細かいところに関しては演奏動画の方を参考にしてみてください。とりあえず基本的に使うのはこの2つの、リズムです。あとはコードと組み合わせで、楽譜通りに鳴らしていただければ OK という感じです。これがまあ以上、風になるの説明でございます。あとは頑張ってやってみてください。で、制覇ですよね。制覇。ポイントの制覇でございますよ。このね、制覇がね、最初ね、めっちゃむずいんだ。本当にむずいんだ。もう大変。すんごい大変。とりあえず、概要欄の方に、絶対克服 F コードみたいな感じの、ちょっと僕の古い動画が乗っかっているので、ちょっとね、それをまず見てください。僕が、今でも伝えていることは、その動画の中に全て入っているので、まずそれを、見ていただければ、幸いでございます。まずそれを見てくださいませ。でも、それ見てもらったら全て解決するな。それ見たら全て解決するな。まあ F コードは、まあその動画見てくださいませ。動画見るのがかったるい方は少しかいつまんでお話をさせていただきましょう。ですね、まずこの人差し指のこの側面を使うっていうことがまずポイント一つ。側面。真正面じゃないんだ。この人差し指があります。で、このネックがあります。これに対してこの真正面からこうブンといくんじゃなくて、若干ね、親指側の側面。つまりこういうひねりですね。大げさに言うとこっち側。こっち側の側面を使うということがまず1つ目のポイント。で、2つ目のポイントとしては、できるだけフレットの近くを押さえましょう。このフレットっていうこの銀色のパーツがあるんですけれども、ここから遠くなれば遠くなるほど音って出づらくなります。で、フレットに近づけば近づくほど音が出やすくなります。でもこのフレットの上に乗っかってしまうと、変な音になっちゃうんで、フレットの際、できるだけすぐそばを押さえるように気をつけていただくと、良いかと思います。で、ポイント3つ目としては、その面でいくということ。面。点じゃないんですよ。この芝に対して、このギターに対して、この点で C とか G とかって押さえてましたけども、点ではなくて面なんです。面。点ではなく。C コードとかとかこんな感じじゃないですか。点でいってるじゃないですか。こうじゃなくて、面でいくんです。面。で、この人差し指を面でいくためには、こっから動かさなきゃいけないわけですよ。ここ。こっから。指先のこの辺の関節から曲げてしまうと、どうしてもこのね、曲がってしまうと点になっちゃうんで、ここの先っぽの関節は伸ばしたままにして、この根元の関節からこう曲げていくと、これが悪い例。これだと点になっちゃう。点。じゃなくて面でいく。で、後ろの親指も、点で迎え撃つんじゃなくて面で迎え撃つ。だからこんな感じで挟むんです。親指と人差し指で、横にして、で、フレットの近くを面で押さえる。この3つがまあ基本的なポイントかなという感じです。あと、親指の位置とかね、その角度とかあるんですけれども、その辺の細かいところはね、その動画の方をチェックしていただければ、幸いでございます。何度も言うんですけどね、この F コードでね、やっぱりこうギター挫折する人がすごく多いので、まあ苦労するところでございますよ。ただまあいつも通り、できなくてもあんまり気にせずに、まあそのうち練習してればできるっしょみたいな感覚でやっていただけると嬉しいなという感じです。しばらくやってれば別にそのうちできるっしょみたいな。あんまりこの考えすぎないということでございます。まあちょっくらね、最後の方に小話とかしたりとかしてるんで、よかったらその動画ぜひチェックしてみてください。この動画見終わったらぜひチェックしてみていただければ幸いでございます。あとはまあ、テキスト見て、お手本動画見て、のほほんと練習していただければ幸いでございます。この F コードを乗り越えられると相当世界が広がるんで、絶対乗り越えてください。絶対乗り越えてください。絶対乗り越えてください。ちょっと本当に油断しましょうか。本当に油断。これ全然音楽とは関係ない。曲とか関係ない、コードとか関係ない。まあ今までさ、その第1章からスタートしてババーってやってきて、まあ、9章に来てるわけなんですけれども、まあ、その9章まで、わざと制覇をしてこなかったんですよ。つまりその F を出せなかったんです。なんでかっていうと、やっぱそんだけね、F って難しいんですよ。でも大体のその世の中の多くの初心者の人が、1曲目とか2曲目とかにいきなりその F が入る曲にチャレンジするから、ってなるわけであって、やっぱこうね、F はね、難しいの、単純に。だからね、最初はね、避けるべきなんだ。少なくともね、3曲ぐらい。なんかこういろんな曲を練習して3曲ぐらい F コードがないレパートリーを増やして、そこそこコードチェンジとかその押さえ方とか構え方とかストロークとか、そのギターに対するその演奏みたいなのがそこそこ様になってきたところでチャレンジすべきことなんですよ。だから123456778まで全然制覇をせずに、で9小節目に9章で結構ボンと F を出してきたっていう事情があるんです。で、このぐらいまで、もう結構その入念に練習をしてきたので、ここまでちゃんと真面目にやってくださっていれば、F ね、そんなにね、めちゃくちゃ苦労することもなくいけると思います。もう苦労するけど。苦労するけども、挫折っていうほどではないと思うんですよ。頑張ればいけんな、みたいな感じにはなると思うんです。だからね、ちょっと今までそのね、信じてついてくださってありがとうございますっていう話にはなるんだけれども、もうここまで乗り越えてきてくださった皆さんだったら、あなただったならば、もう全然乗り越えられる実力をね、ちゃんと培ってきているんで、頑張って、F を乗り越えていただければ幸いでございます。で、この F を乗り越えられるとね、本当に弾ける曲がズババババーと広がってくるので、ぜひ、乗り越えていただけると嬉しいです。なんかこうさ、初心者アコギとか、なんか初心者曲とかで調べたりとかすると、まあいろんなさ、サイトとかさ、なんかこう動画とかで説明してくれてる人とかたくさんいるじゃないですか。で、その中ですごいよく見るのが、スピッツさんのチェリーっていう曲なんだけど、なんか初心者におすすめとか言って、なんか1曲目チェリーとかってよく出てきません？ね、もう僕の中でね、スピッツのチェリーはね、全然超難しい曲。全然簡単じゃない。F 出てくるし、制覇コード他にも出てくるし、何よりもそのね、リズムが難しいんですよ。あれ全然初心者向きじゃないんだ。けど、そのサイトとか調べたりとかするとさ、チェリー初心者におすすめですとか出てくるからさ、やっぱりそういうのをこう信じてさ、練習するわけよ。で、難しいじゃん。で、そこでこうみんなやっぱこう挫折するのよ。マジでこれスピッツ簡単って言ってるけど、俺全然簡単じゃないんだけど、こんなんできるわけねえじゃん。ギターやめたってなっちゃうんですよ。だからね、そのね、難しいところではあるんだけども、本当にもう皆さんはこの動画に出会ってくれて、本当に嬉しく思います。で、まあ、こんな話をすると、実は俺、調べてさ、サイトでスピッツのチェリー、初心者におすすめって書いてあったからさ、やったことあんだよ。めっちゃ無人だよ、あれっていう風になってる人、少なからずいると思うんですけども、そういうことなんですよ。スピッツのチェリーはね、めっちゃむずい。それがね、もう一番代表的な話であって、まあいろんなサイトをね、僕見たことありますけれども、結構ね、いろいろバーッと見てるとね、いや、それ初心者じゃねえだろっていうのがね、たくさんあるんですわ。たくさんあるんですわ。だからね、どうか惑わされずに、へこまずに、なんか挫折せずに、どうかこれからもですね、ギターを楽しんでいただければ、幸いでございます。だからこそ本当ね、今回のこの、シリーズというか、このメソッドというか、このテキスト、この動画のシリーズが、本当にたくさんのギタリストの救いになると信じておりますので、なんかこうね、皆さんがいいなと思っていただけたら、もし周りに友達、知人、家族、兄弟、そういう人がですね、俺ちょっとギターやろうと思ってるんだよねっていう人に出会ったならば、ぜひこの動画を進めていただければ本当に嬉しく思います。そんな感じ。では、最後は本当に完璧に余談でしたけれども、まあ、とりあえず僕としては頑張っていただければ幸いでございますということです。この動画見終わったら概要欄の方から F を押さえるコツをぜひ見てください。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。それでは最後にという、いつものあれは、ちょっと今日は省きます。さっさと動画見てください。じゃあね。